松本さんは初期の頃だからファーストアルバムの、6曲かな7曲かな、それとあと、オフザロックの頭2曲っていうのかな、ラビングオールナイトとハリーアップかな、なんかダダ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 だからナーリンナーライですね、なんかうん、それとその2曲はデモを作ってました。はい、そこまで作って、あとは全然そのデモという形じゃなくて、あとはあのさっき言ったみたいにその弾き語りでバーってこう説明するっていうだけの感じです。はい、なんで小田さんはね、基本的にはアコースティックギターの弾き語りです。だから揺れる思いでもロロ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 とかって歌ってんのね、なんかそれで、うん、だから A メロとかではジャン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 って弾いてたのかな。でそれに合わせてなんかジャッジャみたいにやったりとか、なんかそういうふうな、なんかまあそのなるべくだからデモのその雰囲気っていうのは、忠実にその壊さない、だからテンポも全部同じにしてこう測定して BPM 出してっていう、そういうパターンだったりします。で栗林さんはですね、栗林くんはクリリンって言ったんですけども、クリリンは基本はピアノの弾き語りかな、なんかデモ作ってたかな、デモ作ってるやつもあったね、そういえばね、なんか君がいないとかはあれは彼のベースラインそのまんまコピーしたから、だからうん、割と基本なんかギター入ってなくてピアノとドラムとベースとかかな、なんかベース自分で弾いてたんだと思うんだよね、なんかね、あの頃もうすでにだからまあ、カセットの4トラックとかそういうので、だからこう、多重録音とかできたから、そんな感じですね。